浮島は九州本土から西へ約5 0トル離れた五島列島の最北部にある島である。前島が長崎県佐世保市に属する。五島列島の最北部に位置する佐世保市中心部から約5 5トル平戸島南東端からは約2 0トル離れている。約4キロメートル南には小鹿島、野崎島がある。一般には 五島列島に含められることが多いが、長崎県では、平戸諸島の一部としている、島内最高峰の白ヶ岳を中心とした、丘陵地が多い火山島である、地下水が比較的豊富であり、農業用水として活用されている。ここ数年本土から、イノシシが海を渡って島内に侵入しており、豊かな自然環境も、相まって繁殖し畑等を荒らす被害が多発している。 2015年時点では人的被害は発生してはいないが、浮藤固有の生態系にとっても有料すべき事態となっている。日本風力開発により出力2 0 0 0ットの風車を50機用する風力発電所を推進している。これに対し、島民の7割は反対している。また、旧電工を中心とする企業体が島の4割の面積を使い太陽光発電所を。 推進している。これらは海底ケーブルにより九州電力に売電することを目的としている。日本自然保護協会はこれまでの原子力発電の立地の構造と全く変わりない。原発はすぐでに求め自然エネルギーに転換しなければならないが、日本の生物多様性を壊してまでの風力や太陽光発電は本末転倒と批判している。ただし、 太陽光発電においては、地権者が環境に配慮した思考方式であることを確認し、理解を示しているのが実際の現状となっている。佐世保市浮島のメガソーラーについては、2014年10月に九州電力が接続申し込みの回答を保留した際、計画の続行を危ぶむ声もあった。だが、当初の事業主体であった。 フォトボルトジャパン合同会社は2015年11月、九州電力から系統連携の承諾を得たと発表。この承諾もって太陽光発電設備と高圧直流海底ケーブル及び補助中高圧システムを浮島に設置する技術段階に入るとのコメントを出している。2016年2月17日、長崎県佐世保市議会の大岩白文議員がこの事業に絡み、 巨人家権限を持つ朝朝の利市長に、現金100万円を渡すと持ちかけていたとして、贈賄申し込み罪で逮捕され、その後有罪判決となった。平家世が、壇の裏の戦いの後にこの島に逃れて住み着き、骨頭一円に勢力を伸ばして、福祉の祖となったという伝説が残っている。島の南東部の平港まで、佐世保港から高速船と、フェリーが、 博多港からフェリーがそれぞれ運行されている。島内では、浮く観光バスが路線バスを運行している。ありがとうございます。